たんだけどさ、はいはい、こことスケッチブックはうまいいかにこう今日2人だからいろいろあるかもしれません。じゃあ、あのちょっと取りに行ってきてもらっている、はい、あ、じゃあその間にメールを、はい、じゃあ読みましょうかね。メールもまだちょっと早いよ。ね、あの準備がね、もうやっぱりさやかさんがいないと何もできない私たちでございます。今日さやかちゃんどこ行ってるんでしたっけ。今熊本、あ、鹿児島かから帰ってきてるんじゃなかったですか、ね、今頃多分ね、はい、そこからそうですよ、はい、今頃多分ね、はい、飛行機の上に、はい、上には乗ってないと思いますけど、飛んでる飛行機の中にいるんじゃないか。席がガラガラって言ったらなんか途絶えてきてちょっとあのイラッとしてますジャイアンか。はい、途絶えやって席がよ。はい、はい、そんなわけでですね、ジタバタとやっていきたいと思いますが、ジタ何私何つった今。はい、メールを読みます。スイちゃん、さやかちゃん、まゆみちゃん、ふにゃふにゃミラノマスコット的な支部長だぞ、自分で言うな。スイちゃん、ライブ良かったね。ドレスもよく似合って素敵でしたよ。あまりにも気持ちよすぎて2曲から4曲目の辺で居眠りしてたよ。でやねほら結構じゃないですか。あと30分は聞きたかったな。コウコウさんとサナジーさんにもあったよ。サナジーさんの頭の黒さは何なん、うん、頭ってくるもんじゃないの多分最近。あ、白髪が生んのってこと、ね、あ、そういうことね、ないってことね、はい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 、うん、お若い、まあ、若いお若いね、うん、多分年近いと思う。そうの、あ、二人がでしょ、うん、二人、うん、なんか年言ってましたもんね。いや、ちょっとよくわかんないです、うんうん、年の話はね、はい、ね、多分年近いと思うんだけど、僕なんか半分白いのにさ、この差って何ですか。あ、面影橋鳥取にもあるんだよ。おー、本当ですか。橋と橋からののんびりした眺めの写真見せてあげるって写真が届いてますね。あ、すごーい、これちょっと早く見て載せたかったですね。そうですね、すみません、それはそれはちょっと鳥取に行って確認します。面影橋っていうのはこう各地にあるのかもしれないですね。あれかもしれませんね。まあおかしくないですよ、地名の言葉でもないですしね。うんうんうん、ねねね、そうですね、あの、はい、うちの父親が知ってましたよ、面影橋っていう話前したよ ね, ね、したした、うん、あ、新しくいくつ届いてる、はい、はい、何通か届いてますよ。あ、こっち上に行きますからね。はい、はい、いつもトークテーマを無視する直樹です。皆さんご機嫌いかが。元気です。あ、支部長お誕生日おめでとうございます。そっか、支部長お誕生日、あ、そうだ、おめでとうございます。おめでとうございます。もう1ヶ月あるからさ、いっぱい言わなきゃいけないよね。そうなんだよね、うん、じいさまさん、スイちゃんのコンサートでお会いできて嬉しかったです。でもそこのコミュニティさ、ね、もう自分たちでやって本当だよね。なやねさん隊長どうですか。勝手にやってくれちゃった。おとなしく家で生放送見られてますか。なんでうちらのとこに送ってくんの。コウコウさん、スーさん、チュウヤンも見てるかい。早いものでスイちゃんのワンマンホールコンサートから1ヶ月経とうとしてますね。そうなんですよね、早い、あっという間、ねえ、うん、寒くなったり暑くなったりして体調壊される方が多くなってます。この1ヶ月の間に2回東京に行ったんですけど、はい、いつもコンサートとライブを見るだけで観光は一度もしてないな。あららら、せっかくならね、それがいいのに、うん、でもその気持ちわかります。私もマラソンに行って観光しないで帰ってくることがちょいちょいあるから、あ、 そ、うん、その目標は達成したぞみたいな。すごいね、あれ絶対観光する、ね、偉いよね。いや、偉いとかじゃなくてしたくならへん。観光したいんだけど、どこ観光したらいいのか分かんなくて帰っちゃうとかね。あ、いや、まあ、徒歩圏内ですよ、だって私、まあ、あの楽器があるからさ、まあ、そのそ楽器があるっていうか普通に車とかじゃないから、ああ、徒歩圏内ですけど、うん、あれはい、はい、唯一行ったのはスイちゃんのお店ぐらいかな。あ、ありがとうございます。そうだそうだ、はい、皆さん大集合、はい、次は12月に再度東京に行きます、はい、来年の目標はコンビアーノのライブ見に行けるように頑張ろうと、はい、ありがとうございます、うん、スイちゃん月1度ぐらいはライブしないとせっかくの新規のファンが離れていくよ。月1ライブもう入れてますよ。あ、そうなの。入れてますよ。入れてますよ。ちょっとちゃんとチェックして、チェックして、チェックして。確かに10月はそうなんですよ。最近ね、昨日もだったんですけど、ちょっとね、歌いに行くことがすごい増えちゃって
ありがたいんですけど、それもそうライブはねまた別でちゃんとやらないとね。そうですよね。歌いに行くというのは何ですか？パーティーとか、まあ、あとはイベントとか、はい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 、今月はライブしたっちゃしたんですけど気仙沼だったりとかね、あ、はいはいはい、ちょっとあれですよね、はいはい、都内のライブは定期的にします。11月もします。はい、頑張りよ。はい、ではでは今日もてんやわんやの生放送頑張って。あとお店の話が出たんでさらっと言うと、はい、さらっと言う話でもないんですけど12月で私卒業しますので、お店にもう立てなくなりますので、いらしてくれる方はぜひ12月まで、はい、12月末までってこと？12月末までもうありがたいことにもうマラソン、マラソンと歌で食っていくのか、はい、食っていくのか食ってきなかったらちょっとご飯ごちそうしてください。いや絶対やだ。私だっていつもいっぱいいっぱいなんだよ。まゆみちゃん家に居候してるかもしれませんけど。じゃあちょっと猫の世話しといてね。掃除とかね、うん、やっといてやっといて。はい、次いきます。はい、あれこれ違った、あれ、そうです、いやね、私のやつは上に行くんですよ、これね、これ今見たから、あれだけど、ええ、あ、うん、え、あ、そういうこと、え、さっきこれ意味、もう一回最後の確認、はいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。佐野さん可愛いですね。嘘でしょ。嘘でしょ。ちょっとなんか若干の悪意を感じなくもない、うん、時々弾ける笑顔が最高ですね。あ、はい、弾けすぎちゃって、はい、なんすか、うん、大阪は暑いです。はい、暑いですか？東京もね、昨日は暑かった、一昨日とかね。あ、昨日暑かった、うんうん、先月娘と残った花火をとメールしたのですが、はい、そうでしたね。まだやってないのでちょうどいいかなと。今の時期やると気持ちいいかもね。あんまり蚊とかにも刺されなさそうだし。私は連休近所の祭りに参加。年寄り組なので交通誘導、友達と立ってるだけの時間も多く、そんな中小学6年生という女の子が話しかけてきました。はい、大人ですね、びっくり。40オーバーの友達2人は LINE 交換すんの？小学6年生と。すごいね、即ブロックされてると笑い話。なんで交換したの？すごいね。その女の子は別の友達の娘さんと分かってたのですが、はい、その日その娘さんのお父さんに話をすると、〇〇はまだいいけどと呼び捨て、〇〇はデブで気持ち悪いと話してたそうです。あららら。またまた大笑いで笑えないね。6年生遠慮なしですね。そうですね。うん、さて私の娘は2年生、うん、学校に来た中学2年生の男の子がイケメンだったと喜んでいました。いや、子供はでもそれぐらい何でも言ってくれるぐらいのが気持ちいいですよね。まあまあまあ、空気読まないでほしい。空気、うん、うちらの、うちらってか、まあ、うん、まあ同じ世代だよね、うんうん、うちらの世代ってあんまそういうあった？どういうの？え、イケメンとか、うん、ないないない。イケメンって言葉がまずなかったでしょ。まずなかったか、うん、だしそんなに大人びてなかった、うん、なんか追っかけっことかしてたし、普通にしてたしてた。そうだよね、うん、勝手にリレーとか一輪車とかブームがあるのね、その子供って。 あるある一輪車ブームの時は、うん、あれどういうタイミングでなくなってくんだろうね。ひたすら毎日さ、トランプやったりとかさしてたんだけど、なんかなぜだかいつの間にか一輪車に変わってたりとかさ。あー、一輪車乗れます？乗れました。あー、乗れました、うん、乗れてそうだよね、あなたはやっぱり。いやいやいや、運動神経いいもん、ね、いやいや、乗れなかったの？うちが買ってもらえなかったから。あーお母さん、お母さん、お母さん買ったって。違う、うん、そうじゃなくてあんまり興味もなかった、うん、だから別に、うん、欲しいって言ったこともない。そう、一輪車を買えない家はチェロを買えないから大丈夫。そういうことじゃない、そういうことそういうことじゃないの、お母さん。本当にね、うん、私は竹馬とかさ、はい、あすごいね、乗れないタイプだったし。乗れないタイプ。え、なになに？あ、乗れないタイプだったんだ。バランス取るやつがダメで。そっか。昔さ、ちょっと完全に世代バレるけど、はい、なんとかホッピングみたいなやつ、あった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 、あれもダメだった、乗れなかった。もうなんかバランスが取れない人だったから。あ、そうなんだ。うん、いろんなもののバランスが取れない人。でもそれは股関節の問題かな、なんだろうね。だから股関節痛いのかな。いや、わかんないけど。人間バランス大事だからね。バランス大事なんだけど、うん、あんまりバランスが取れないからさ。そっか。でもね、バランスが取れないと思いきや、これ体の使い方だったりするから、どこに意識を持てばいいかみたいなのをちょっとやっただけで、すぐ乗れるようになったりとかするのよ。あ、そう。そうなんですよ。まあ、でも一人車は乗らないからいいかな。まあまあまあ、別に私もそうだと思うわ。今多分乗れないし。あと子供がよくやってるなんとかボード。全然乗れない、あれも。なんか一輪のやつ、一瞬そうスケートボードに似てるけどってやつ、あれも全然乗れないから。ああいう、やったこともないよ、うん、なかなかね。はい、もう一つあります。はい、これカツカツガクガクじゃないの？違うと思います。
ちょっとここはにはね、今日ね、漢字読める人がいないんだよ、ジュウヤン。はい。戦線。あ、そっか。戦線恐々じゃないもんな。戦線恐々なんじゃない。いや、戦線恐々じゃない。字が違うもん。お昼だよ。の皆さん、こんにちは。こちらにひらがなで書いてください。うん、ひらがなで書いて。見てくれてんのかな。あ、どうだろう。もう説明不要な、そう、ちゅうやんです。そうだよ、会ってきたんだよね。そうなんですよ。10月2日、ついに落ち着いた、初対面、初対面、初対面っていうか、初対面っていうか、初対面。はい。ちなみに、対面する前に、スタンドで給油中、目の前を自転車で通り過ぎるスイちゃんとオリカちゃんを目撃しております。はい、何やってんの、まあ、要は、ライブ、マラソン大会、復興マラソンに出てから、そのまま気仙沼に移動してライブをする予定で、昼夜に会う予定だったんですけど、うん、時間があったから、うん、よし、ご飯食べに行こうと。うん、じゃあ、自転車をホテルで借りて、3キロ先の海まで行って、なんか海鮮でも食べようって言って、はいはいはい、海鮮食べて、はい、で、昼夜と、じゃあ何時にここね、みたいな約束してたんですけど、うん、まあ、その道にちょうど私たちが、わー、やばいやばい、急がなきゃって書いて、てる時にチュウヤンは、うん、ガソリンスタンドで給油してたらしくて、うん、そこを私たちがたまたま通ってたっていう、あいつらだみたいな。会ったことないのに分かったんだ一応。多分私たちしかもマラソン大会の T シャツ着て動いてたから、乾燥ウェアを着て、そうなんですよ。相当目立ったと思いますけど、はい。そうなんだ。ちょっとね、マラソンの話は後でね、はい、ゆっくりと。スイちゃんはお昼だよのままで、いや本当にそのまんまで全く新鮮味がなく、ちょっと。言葉のチョイス。チョイス。みんな初対面だと信じてくれないほどでした。そしてライブに来たのにホテルの部屋にギターを押す。そうそうそう。あんた何やってんの？バカなの？そうそうそう。帰りはサンダルを忘れ。そうそうそう。とても愉快なおうちさん。あんた何やってんの？それあれだよね。ライブに私がチェロ忘れてくるみたいなもんだよね。でもね、言い訳をすると、今回ギターもそのライブ専門というよりはそのマラソン大会の方でちょっとミニコンサートみたいなのを歌う時のようなやつで、で、こっちではギターの人がいたんで、そう、で、ちっちゃいギターって思ったんだけど、ギター弾いてもらう頭になってたりとか一瞬してたっぽくってっていうか、ちょっと頭がよくわかんないですけど、で、着いたら、で、ギターは、あ、忘れたと思って、で、帰るか、そしたらなんかそこでお借りできたんでね、ちょっとそのギターがまた弾きやすくて、むしろ私が持ってったミニギターより良かったっていうね。はい、不幸中の幸いです。不幸中の幸いじゃねえよ。もうちょっとちゃんとして、はい、もうちょっとちゃんとしてって私が言うようになっちゃった。同じ言葉を言うようになってしまった。あ、オリカちゃんもいろいろ忘れてたね。そうそう。これはね、忘れたものはちょっと言えないんですけどね、忘れてました。結構大事なもの。大事なものっていうか、うん。もらったものを忘れてました。あら。あいたー、はい、とても愉快なおうちさんとおりかさん、でも我々気仙沼組の拙い演奏でも文句も言わず歌い上げ、会場のみんなと飲んで騒ぐ姿はおりかちゃんともどもとても素敵でした。ありがたい。前日フルマラソンを走ったとは思えないパワフルさ、かっこ一面除く、一面除くするおりちゃんでしょ。いやおりちゃんも元気でしたよ、初めてなのに、うん、あ、そっか、ただもちろん足は痛いじゃん。いや私は走ったことないんで、うん、いややっぱり1キロとかで疲れちゃうんで。そうでしょ、多分ね。まゆみちゃんが10キロ走ったぐらいの痛みがオリガちゃんにはまあ40キロで来ると思うから、走ったことないやっぱ距離走るとね、まあ、それは当たり前なんですけどね。ないなぁ、うん、も絶対走るだけはやりたくない。やろ、うん、やだ、うん、また何か企画してやろう。はい、企画してやろうじゃなくて企画してやろう、うん、俺の多少の散財は気にするな。お、ありがとう。なんかおごってもらったの？あのね、その日にライブ会場にめちゃくちゃ新鮮なお刺身とか用意してくれたりとか、なんと、うん、翌日もそのチュウヤンのお姉さんが行った？どこに？あのチュウヤンのお姉さんのお店。行ってない？何それ？めちゃくちゃ素敵なカフェ。あ、そうなの？もう呼ばれてない。すっごい本当にこの今私が言ってる言葉はもう全然大げさじゃない。もう周りは本当ここにお店が出てくるのみたいなところに。もう畑とかがある場所なんですけど、うんうんうん、畑もちょうど今黄金色なわけですよ、田植えが、米が、田植えじゃないよね、米がちょうどな、あ、切り取られてないの、切り取られた、米が刈り取られたぐらいで、こうなんですか、うん、サパーンみたいな感じのと、黄金な感じのところがこう窓から、ちょっと山手なんだっけ、中央と、あのね、そう上の方って言ってたけど、でもあの場所が私もね、どういう場所かちょっとわかんないんですけど、そこにすごいおしゃれなカフェが。でもここでモーニングがめちゃくちゃ美味しくて、あ、そう、うーん、呼ばれてないけど呼んであげて、
もうごめんね先に行っちゃって呼ばれてないけどという感じで、もういろいろあとはなんか本当いろいろ連れて行っていただいてありがとう、はい、うん、いいなぁ。いや私別にチューヤンからどっか連れてってもらって、でも私も本当に愛ちゃん愛ちゃんもう一回バスツアー一緒にやらせてほしい。愛ちゃんやったじゃん。それ愛ちゃんに言って、うん、愛ちゃん愛ちゃん私もバスツアーやりたい愛ちゃんに頼むいやあれ大変だったみたいな、ね、でしょうね。うでも大変さ私も少しはさ助けられるじゃん、こんな私でも助けられるかな、余計に負担にならないかな。わかるわかるじゃねえよ。でもあのバスのなんかつなぎぐらいにはさ、あ皆さんをこう眠らせない、眠らせろって言われるぐらい眠ってていいと思うんだけどね、うん、私の生い立ちから話すみたいな。やーい、0歳私いらない迷惑、はいはいはい、近所迷惑、元気があれば何でもできる、できる、ヤシベルも待ってるぞ、だってどこも連れてってくんないし、旅の思い出は何も思い出せないほど遠い記憶なので省略いたします。はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと気仙沼の話ちょっと後でしたいななんて思ってますけどね。はい、そうですね、以上かな。じゃあメールがこれで以上かな。で、今日はちょっと、うん、さやかちゃんいない分ちょっと尺があるので、はい、写真コーナーをちょっと復活させようかないない分尺がある、ね、でまずは1枚目ドン。1ヶ月あるんでいろいろ思い出さなきゃいけないんですけど忘れてはいけませんこのお話。そうですよ、9月16日もう1ヶ月前というお話になりましたけども、千住で会おうよ、うん、イン千住千住で会おうよイン千住そうでしょうね、千住で会おうよイン池袋とかやだよね、どういうことだよ。天空劇場で、やらせていただきまして、ありがたい素敵なねホールで、ありがたいことに、あれ何階、22階とかそんな感じでしたっけ。そうなんですよ、だからか、ね、日本で一番高いところにある劇場って言われてるんですけども、うんうんうん、本当にあの街が見渡せるようなところで、うん、まあ、もちろん会場内はねあの、ま、真っ暗になるわけですけども、いやーすごい本当にたくさんの方に来ていただきまして、はい、もうまゆみちゃんにも本当に演奏してありがたく演奏していただきまして、したしたで写真が載ってますけど、これはアンコール出てんだよね。はい、出てます。アンコールの時の、写真になってるんです。どんな写真だろう。はい、これなんでこれなんかね、ここ出てますよね、向こうにはね、出てますよね。そうそう、あ、これ、これ、あ、これだよ、ね、そうそうそう、そういうことね。そうなんですよね、はいはいはい、で、やらせていただいて本当にね感無量っていう感じで、楽しかったです。あ、そう言っていただいて、これがねライブ T シャツなんですけど、ちょっと今、まあ、わかんないですけどねでもライブ T シャツを着て結構マラソン大会を走ってくれる方が結構いるんですよ。おーおーおー。で、私の缶バッジがあるんですけど、知ってます、缶バッジでゼッケン止めてくれてる人とかしてる人がいて、それ私も思い浮かばなかったと思って思いつかなかったか、どっちもいいよ、うん、いやーすごいね、うん、嬉しいですね。ただ今回この T シャツはそのランニング用の T シャツじゃないから、違うの、汗をめちゃくちゃ発汗しないから、皆さんベタベタになりながらもおすすめはマラソン大会走った後にこれに着替えることかな。あ、なるほどね、そういうことね、うんうんうん、ちょっと私自身も今度やりたいと思いますけども、そんな感じでね、あの、いやでもさ、うん、贅沢だよね。贅沢ですよ、だってサポートが7人もいるよ。半端ない。サポートが7人ってなかなかなくない。ないよ、できないよだけどね、うん、考えてる私は、また4月か5月にやります。マジで？はい。ここで？ここで。マジで？はい。1年に2回もやんの？いや、もう1年は今日、今年終わったから、来年のね。いや、すごいね、来れなかった方も結構いたりとか、あとは自分もやっぱやり方わからないままの試行錯誤の1回目からの、うん、やっぱせっかくね、期待してくれてる人が今いるときに、2回目やります。おっと、はい、ちょっと4月か5月で。交互期待。はい。やります。またみんな言っちゃったね、それ後に引けないよ。ただ、はい、前回もやっぱちょっと月1のね、直樹さんにも言われたけど、月1のライブはもうちゃんとね、定期的にちゃんとやってちゃんとやりますので11月7日じゃあ11月9日12月7日には都内でのライブが決まってますので、それもぜひホームページも見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、しっかりチェックして ね皆さん来ていただけたらね、はい、はい、ということで本当に皆様のおかげで大大、まあ、自分が言うのも変ですけど大成功だったことにしていただいて、イエイ、この写真を終わりたいと思います、はい、そしてじゃあ2枚目ドン。はい、これはまゆみちゃんのね、これ何ですか、うん、うん、あ、そうそうそう、この間鬼怒川にね、うん、行ってまいりまして、ゴールデンウィークも行ってませんでした。そう、足怪我した時ね行ったよね、行って、はい、ホテルの階段から落ちて足怪我したんですけど、だよ、だよ、同じ場所、同じ場所ではないんですけど、うん、近い徒歩圏内の場所ですね、そこから。鬼怒川のチェロリストね。鬼怒川のチェロリストです、うんうん、前はホテルのロビーで弾く、はいはい、今回は
夜の野外、あ、花回廊みたいな、前も、それ前もやってたよね、前もやってた、そう、うん、2年前にね、1回やってたんですけど、今年も呼んでいただいて、うん、行ってきたんですけど、ちょうどこの日がね、これ美しいと思ったわ、十五夜なんですよ、一人で弾いたんでしょ、一人で弾いたんですけど、これ私聞きに行きたいもん、いや寒くて死ぬかと思ったんですけど、寒いよね、もうねでもね、すっごい月がめっちゃやっぱり綺麗で、贅沢だろうな、贅沢というか、私にとってもね、とても贅沢な、ちょうどね、これ前の日まで、これテントみたいなやつがあったらしいんですよ、それが私が演奏したこの日で、この日から上のテントをなくしたんだって、はい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 、ちょっと風が強くて逆になくさないと飛んでっちゃうからっていうので骨組みだけになったんですよ、はいはいはい、だから逆に上が見えて月が綺麗に見えたっていう、へ、うん、一枚なんですけれどもね、いいですよね、本当に今回はね、うん、まあ、足も怪我せずちゃんと無事に帰ってこれたんですけど、なんかさ、走りに行くわけじゃないのにさ足怪我しないチェロ引きに行ってどんな話っていう話ですけども、いやいや、でも本当にめっちゃやっぱね、うん、気候が2時間ぐらいで行くんですよ、うん、池袋から2時間ぐらい、ちょうど2時間からなんて1時間何分よ、あ、そっか、うん、なのにやっぱりね、気候が全然違う、うん、降りた瞬間寒ってなったし、夜はもっと標高高いのかな、高い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 って言ってた、うんうん、夜はもっと冷えるって、この日がちょうどね、多分東京も寒かった日なのよ、あ、そっかそっか、で、こっちもすごいその天気良かったから放射冷却ですごい寒くて、うん、私こんな格好してるじゃない、うん、現地の人がね、北海道7つくれためっちゃ張りまくってんの、これ中に、え、張りまくってんの、張りまくってんの2個貼って、前と後ろに2個貼って、うん、あとは貼ってないやつ、貼らないやつを、うん、1回、3ステージやったんですけど、うん、その合間合間にずっとこう、あ、そうですよね、3ステージか、何分、30分、3ステージ30分、あ、それはね、うーん、いやー、でもお客さんも鬼怒川来て月見ながらチェロを聴けたら最高ですよ、いやー、そう言ってもらえるとね、嬉しいですけど、やっぱ私もなんかどっか行った時に生演奏あると、うん、嬉しいですもんね、あ、そうですね、うん、確かにそうですね、うん、なんかテンション上がるよね、そう、なんか人といると、人といってその演奏聞きに行くつもりじゃなかったけど、たまたま演奏あったりするじゃない時もあるじゃないですか、うん、その時はまあ、ガン見はできないですよ、人と喋らなきゃいけないから、うん、でもすっごいやっぱ耳でちょっと入ってくると心地いいですよね、そうですね、うん、確かに、なんかそれを感じた時に、いや、自分もたまにこうそういうイベントで誰も見てくれないな、だけど歌う時とかもやっぱあるけど、うん、ある、でもやっぱね、聞いてくれてんだなとね、自分、そうですね、そうそうそう、まあ一人でも聞いてくれたらもう、ね、うん、それはそうですね、うん、っていう感じ、ね、という感じでございました、わー、いつかは行きたい、はい、佐野さんの鬼怒川、佐野さんの鬼怒川ではない、佐野さんの演奏どういうことだ、まあいや、はい、次行きましょう、はい、次行きましょう、ということでちょっともう一回なんですけども、ドーンっていうのはこれ、この前走りました復興マラソン10月1日にあったんですけども、はい、ちょうど10日前なんですけどもね、あ、まだ10日しか経ってないのね、はい、友達のおりちゃんを騙して誰でもフルマラソンは完走できると大丈夫大丈夫もうね、何回も言った、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫大丈夫今やった方がいいよって、いやだ、怖い、で、まあ、今回のはおりちゃんも多分普通のマラソンだったら多分走んなかったと思うんですけど、見ましたね、うん、おりちゃんはすごくかご、熊本の復興支援とかで募金自分で募ってたりとか、うんうんうん、ブルービーとか使ってね、すごくそういう愛情深い方なので、うん、まあ、今回復興マラソンだったらって言って走って、うん、で練習を積み重ねて、はい、で5時間何分45分かなで完走したんですけども、ね、5時間とか走り続けるとかな、うん、代わりもなんか足が棒になってるって感じなので結構軽やかに走ってたから、多分全然もっと走れる人です、この人、あ、そう、うん、へー、でこのテーピングっていうのは朝なんか無料でやってくれるっていうか、並んだら2個までは無料ですって言われて、あとは買ってくださいって、足にこう青いのついてるんですけど、あ、それ何ですか、これテーピングで、まあ、筋肉のブレをなくしたりするやつ、でそれはまあ、あれですね、おりちゃんと私もつけてたんで取っちゃったんですけど、あ、はいはい、これは走り終わった後ですね、そうそうそう、でこれはもうなんて言うんですか、こうかっこいい感じですよね、ブルービーだ、ブルービー背中につけて、ブルービーっておりちゃんのオリジナルキャラクターがあるんですけど、幸せを運ぶ熊本の蜂なんですけどね、うん、ブルーの蜂よね、でつけてブルーでとか言って走って、で完走して2人で、このまませっかく宮城に行ったので気仙沼に行きたいってこの番組で言ってたら来る、これは気仙沼じゃないのか、これね、これはね、仙台なの、仙台から仙台から3、40分行ったとこなんですよね、そうなんですよ、なるほどなるほど、もうだからこの大会は本当に震災でちょっともう流されてしまったところとかを巡る
はい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 、そうだからあの逆にあとはあの残ってるけどちょっと今住めない場所とかもの、はい、あの回ったりとかする、まあ、6年半だからこその大会みたいな、うん、初めてなんだじゃあ第1回目第1回目なんですよ。でこれからどんどん、まあ、今後復興していくっていう流れがある場所ではありますね。そうでこの後、うん、せっかくなのでってここで言ったらちゅうやんが来てよって言ってくれたからっていうかあのいいよって言って帰りますよだいぶ大きく違うニュアンスね。ニュアンスはね行ったんですけどその写真をドン、うん、ということで、これ4人なんですけどもねあのおりちゃんと私そして、皆さんから見て右になるのかなちゅうやんほうで左がしのぶさんっていうギタリストなんですけどあその弾いてくれるはずだった人ねそう弾いてくれたんですね弾いてくれたのねすごいうまかったししかも2人ともすごいあの私たちの曲、まあ、初めてもちろん初めてだからすごい聞き込んでやってくれて、うん、なんかすごいこうちゃんと事前に送ったのもちろんお早め早めにやりましたよそうすっごいなんか愛情を感じる演奏ですごくやりやすくてお、はい、これはお店はダーツバーなんですけどそこに音響施設とか入れて一回だけに行ったことある、はい、あそうか、うん、でもうなんか初めてなのにすごいお客さん満員でうんもうそれもちゅうやんがすごいあいろいろやってくれたからなわけですけどもねこの帽子をかぶってるのが皆さんちゅうやんですよちゅうやんがね、うん、なんだろうねこのベテラン感すごいよねねえそうなんですよさすらいの旅人みたいになってますけどはいいや行きたいな、ま、たでもだから海の海市海市で愛ちゃんの曲も聴いて最後に、はいはい、あの佐野真由美ってあの書いてるのも見てきましたよ何に書いてた演奏してるじゃん海市で流れる映像にあ、うんうんうん、佐野真由美ってボンって出てたよあ本当にじゃあ私ねじゃあまだそれあの嘘見に行けてないのよそうさまあ録音だけしてそこから見に行けてないというそうかそうなんですよいや軽い言葉になっちゃうけど本当に泣いてしまうような映像ですよ本当なんで笑いながら言うのもうだってもうなんかさなんかもう逆にさなんかさいやすごいあとはもうなんか軽々しく言えないとか思うんだけどなんかすごくなんか皆さんその時の状況の話とかも本当にフランクにこう話してくれて、うん、向こうの人面白いしねみんな、そうなんでこんなに面白いんだろうって、もう本当に笑かすようと思っても逆に笑かされちゃうんだよね。そう、うん、本当にねあのすげえなって逆に思って、でもやっぱり6年半経ったけど全然こうまだ今からなんだみたいな場所がこんなにあるんだなって逆に思ってね。あーそうなんだ、うん、私まだもう何年も行ってないからね。なんかね、あのこれがご縁ですからね、私もそうですね、こうやってまたね、うん、あのつながっていくことが素敵なことだなと思いますけど ね、うん、あと私なんかは本当なんていうんですか、あの東京で生まれてるから、うん、こう帰る場所みたいなとこないんですよ別に。あ、まあ、東京の人ってみんなそう言うよね。そうだからお母さんの、まあ、実家がね、あの実家ももうおばあちゃんも亡くなってるから、うん、帰るって感じでもないし、まあ、お墓はあるから行くけど、うんうんうん、って思うとねこうやってね気仙沼もなんか一個帰る場所に勝手にさせてもらってね、お、うん、いやいいんじゃないですか、ね、ただいまって感じで行って、うん、迎えてくれるからね、うん、皆さんね、そうですね、うん、いやみんなでね行きたいですね。行きたい、ツアー組んでね、ちょっとだからねマラソンも含めてなんかね、マラソンはしないけど、いや走る人も多分いいと思うんだよね、走って街を巡ったりとかイベントも立てつつ、まあ、音楽と音楽好きでね走るの好きな人結構いっぱいいるんですよね。まあまあ最近なんかマラソンすごくブームだなっていう感じはしますけど、なんかそういうのを、ちょっと愛ちゃんに企画してもらう。ちょっとちょっと愛ちゃんいや愛ちゃんがさ、愛ちゃんのホールマンマンもやったでしょぶっこんでくるんじゃないよ。いや、愛ちゃんがさ、愛ちゃんのホールム、ホームじゃない、ホールワンマン、ホールワンマンも先月やりまして、とってもいいコンサート。愛ちゃんが一緒にさ、あの、打ち上げしようって言ってくれてるんですよ。なんで？あなただって、見にも来てないじゃない。間に合わなかったの。それ言わないで。愛ちゃんが一緒に打ち上げしようってさ、言ってくれたからさ、やろうよ。もうね、うん、本当に愛ちゃんめっちゃ温かい、いや温かい人なんだよ、うん、それに甘えちゃダメだよ。そっか、甘えたい。というわけでそろそろ CD に行きましょうか、はい、そうですね、はい、はい、今日誰がいないか知ってますか。知ってるんじゃないですか。はい、その前ちょっと読んでいいですか、はい、店をクビになったので、ね、直樹、いやクビ、あ、まあ、確かに声が大きくてバランス壊れたでしょ。いや、うちのお姉ちゃんもっとでかいんですね。で、一人で寝たので寒かったんでしょ、心が寒い、笑い。それどういうこと、どういうことだ、これだけは分かんないから詳細お願いします。はい、ということで岸さやかで For Japanese お願いします。
ございます。喫茶やかの CD からフォージャパニーズ聞いていただきました。今日は来月11月に全国発売になりますチャレンジャーの CD の、2番目に入っております曲面影橋を演奏させていただきたいと思います。また風は冷たくなり、心と体を冷やした。面影橋下を流れる神田川、凍り始めた。
ける。続いて聴いていただきます曲は、佐野真由美独奏でエレジ、聴いてください。
佐野真由美でエレジー聞いていただきました。あっという間にあと5分になってしまいましたけれども、告知的なものございますでしょうか。告知ですか。はい、私と岸さんが来週からスペインに羨ましい行ってまいります。約10日ほど日本から降りなくなりますが、皆様ごきげんよう。羨ましいでございますわ。まあ、向こうでね写真とか撮って、はい、それこそ、はい、SNS とか結構 Wi-Fi がすごく通じてるらしいのであげようかなとは思っておりますが、ね、スペイン今ちょっとねほらカタルーニュがね、まあ、今いろいろそっちの方にはね行かなくて、まあまあまあね、はい、うん、私たちが行く方はちょっと地方が違うのでね、いいでございますね、楽しんでこようかなと思って。羨ましいですね。ねえ、あとね、はい、もうライブがなんかいろいろとあるけど、はい、あまりちゃんとはそうです。あと私ね、あれなんですよ、うん、だから次あなたに会う前に、うん、その後私帰ってきてすぐに韓国行くんですよ。ああ、そう、私に会う前に韓国に。韓国いいですね。韓国演奏でね。演奏で、はい。チェロはじゃあやはり向こうでお借りする。それがね、なんかいろいろとトラブルがあって、はい、エレキチェロを持っていくことに。エレチェロで、うん。エレチェロもかっこいいじゃないですね。うん、でもね、和楽器と一緒にやるので、エレチェロよりはやっぱり自分の楽器をね、持っていきたかったんですけど。もうエレチェロいいことにさ、めっちゃ動いてやってきてよ。やだよ。昨日ご一緒だった。そのストームさんの、ね、はいはいはい、バイオリニストさんと ね、 私の友達とね、ご一緒だったんですけど、いや美しい、彼女エレキでしょ。そう、エレキで美しいし、うん、動きがやっぱ美しいですね。あ、こう、ね、すごいよね、すごい動く子だよね。はい、かっこよかったですよね。いや、一緒に演奏したの。別々なんですけど、パーティーで歌うんですけど、私が初めで、その後にストームとしていたの。じゃあチェロの方もいて、ストームで、今度はストームで来るけど今回は一人ですっていう形で来て。そうなんだ、ね、もうなんていうんですか、もうコスチュームもすごい素敵だし、ね、あ、なんかね、いつもフェイスブックで見てますよ。素晴らしかったな、うん、すごいスタイルがいいじゃない。そうで、私シンガーソングランナーで行ったから、昨日ラン、はい、シンガーソングランナーウェアで行ったんですよ。逆にセクシーって言われたけどね。一周回って逆にセクシー、逆にどっちと思ったけど。そうそう、なんかすごく芸人な気がしちゃって、自分がね、芸人、まあ、ある意味芸人みたいなもんだからね。芸人みたいな。そうだよね。そう、でも音楽は真面目にいます。歌って走れる芸人です。いや芸人じゃないわ。歌って走れるシンガーですから。やめてやめて。歌って走れるシンガーってどういうこと。それもあれだけど、まあ、まあ、芸ですからね。芸人でいいんですけども、芸ですからね。芸ですからね。私は11月9日に、神保町の楽屋さんで、今度は榊とえりこちゃんバイオリニストさん3人でやりますので、はいはいはい、なるほど、はい、ここじゃ今度ご飯も美味しいですし、ちょっと平日なんですけども、ぜひ2ステージございますので、遅い方はもしよかったら9時からも、2ステージ目がございますので、うん、あります。ぜひぜひ、次の放送の次の日じゃないですか。あ、そうだ、次の放送でも言える日だった。そっか、そうだ ね、 今度はね、次の放送は11月8日、うん、8ですね、はい、いいよ、いいよじゃねえよ、いいよじゃ、いいよ、いいよ、いいや、いいやみたいな、はい、まあ、ちなみに昨日は千住の日だったんですけどね。あ、本当だ。 そっか、そうよ、あ、昨日ね、目の日だ、あ、なんだっけ、目の日っていうのも知ってる。目の日とかね、そう、目の日ですよね。あと、ジュジュの日とかね、巷じゃ。あ、そうなんだ、うん、千住の日を取られた。取られたね、ジュジュに取られましたね、うん、そっか、うん、そうなんですよ。そのわけで、次回のトークテーマどうしましょう。はい、次回のトークテーマ、てか、今日のトークテーマ何も言ってない。つぶやいたのに。まあ、でも気仙沼の話でしたし、そうですね、そうですね、はい、来月は、え、じゃあ引き続きにします。そうですね、貯めよう、貯めましょう、うん、今日ちょっとちょうどいいギリギリにつぶやいちゃったから、来月の方がちょうどいいんじゃないですか。そうだね、うん、確かに、旅の皆様の旅の思い出教えてください。ぜひ教えてください。来月ね、8日コメント、はい、メールお待ちしております。はい、そんなこんなで、そんなこんなでございますか。はい、あと1分で、あと30秒ぐらいか。お、はい、ということで、はい、コンクール始まりまして、そうなの、クールが変わったんだよね。サナジーさんが振り込んでくれました、ありがとうございます。振り込んでくれる。直接的なことを言うんじゃない、ありがとう。皆様のお力でこの番組が続いておりますので、はい、こちらの方で、こちらの方で、こちらの方が、やめなさい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 、はい、皆様の優しさで生かされている私たちでございます。優しさだけでは生きていけないけど。はい、ね、では皆さん、はい、はい、どうぞ、ありがとうございます。はい、ね、また来月は8日で会いましょう。ありがとうございました。